こんにちは。エルチチャンネルがお送りする、マリサ&レイムです。本日は、ザ・フォレストを続けていきます。ダイナマイトだ。かなり使ってしまったから、これは助かったぜ。近接や弓なんかよりも圧倒的に強いものね。当てるには癖があるが、やはり重宝するんだぜ。うんうん。むむ、聞いたか？人の叫び声。誰かいるのか？慎重に進もう。いて。びっくりした、原住民さんだ。いてて、瞬きした一瞬で近づかれてしまったんだぜ。おお、いい感じに燃え上がって明るい。火花が飛び散って、両方に引火したのか。まだ奥に来てるよ。命中、洞窟の中でも弓を使えるって強みだわ。私は刀が気に入ってしまったぜ。マリサ後ろ。いて。むむ、数が多いじゃない？ヘッドショットを狙うべき？でも、外しちゃったら。ここは無理せず、確実に燃やしてくれれば助かるぜ。わかった。マリサ、赤ん坊みたいな怪物も捨てるよ。うお、火だるまになっても飛んできたぜ。何か砕けた。ここの岩に刀が当たったんだ。見た目に反してもろかったぜ。ああ、熱っ、熱い熱い、燃えてる燃えてる。ごめん、マリサ、怪物の方を狙ったんだけど。ひぃ。マリサは消化してて、赤ん坊みたいな怪物は私が。熱な。おっとっと、マリサをもっと燃やしちゃうところだった。わわ、岩だ。今その岩を砕いたのは焦げた怪物か。小さくて見えづらいぜ。ひや何やらで目がチカチカする。もう大丈夫だ、ひとまず倒しきったみたいだぜ。ふう、洞窟の中は慣れないねー。そうだなー。この辺りは水の音がする。おや、向こう側にテントが並んでるみたいだよ。霊夢、ここに。見覚えがないか？ああ、やっぱりだ。ここは前に来たことがあるぜ。ほら、牛のように突進してくる怪物と戦った後に。あ、思い出した。このイラストも拾ってみたね。この先に長いロープがあり、上がっていくとメイン拠点の近くに出る。洞窟は複雑に入り組んでいるが、まさかここまで繋がっているだなんてな。ん？何かある？マリサ、あれ、なんだと思う？なんだ？潜ってみるか。うわわ、これは、人じゃないか。人？そんな。どうやら、ロープに繋がれて沈められているようだぜ。ひどい。ナムナム。他に、ここは水中に道はないようだし、来た道を引き返して、別の方向へ進んでみよう。そうだね、ここの道は地図に書いたし、外に出たくなったら、ここのロープを上がればいいね。うむ、ここから出ればメイン拠点の近くだしな。スーッと。ここも深いな。迷って上がり下がりしないよう、目印を立てておくか。これで私の持っていた素材は尽きてしまった。カバンいっぱい持ってきたのにね、私のを渡そうか？うむ、後々頼む。む、あの布の下に何かありそう。あら、何もなかった。また内臓がゴロゴロ落ちてきたら最悪だぜ。あれはびっくりしちゃうねー。ここに落ちているのは、布やスーツケースのようだ。もう少し先にも進んでみようか。むむ、何か白いものがあるよ。おっと、見落とすところだったぜ。あ、あれ？これって、また、プラスチックの一部が落ちている。待って、そのプラスチックの一部って。ああ、マリサ。間違いない。これ、私がテミー君に送ったおもちゃだよ。むむ、それは確かか？うん、これ、飛行機でも持っていたものだし、確かだよ。まさか。だとすると、この絵。十字架が板にくっつけられている絵だ。この前通った、そこが深そうな場所にもあったな。こっちは、見たことがある。テミー君が、飛行機でも描いていた絵だよ。むむ。これらはテミー君が残したものだったのか？テミー君、もしかして洞窟に連れてこられていたの？どうしよう、テミー君。落ち着け、霊夢、ここは冷静になるんだ。これらの絵は、もしかしたら、テミー君が残した手がかりかもしれん。早くテミー君を探さなきゃ。霊夢、冷静になるんだ。こうして手がかりを残したということは、きっとまだ大丈夫だ。何より、赤い人も一緒だったんだ。赤い人？あの原住民さんたちの反応。うむ。そして、入り組んだ洞窟の中を走り回っていても、テミー君を探し出すより先に、私たちが力尽きてしまう。ここは冷静に、落ち着いて考えていかねばならない。でも、テミー君が、霊夢。ここはひとまず拠点へ戻り、考えを立て直そう。とりあえず、一度メイン拠点に戻ってきたものの、
荷物を補給したらすぐに洞窟に戻ろう。待て待て。おそらく、ジミー君が残した絵は手がかりだろう。もしかしたら、洞窟のもっと奥へと連れて行かれた可能性がある。あの十字架の絵の先、開けた場所があったよね。下に降りていけば、大穴へと通じる道に繋がっているかもしれないな。大穴を解体も拾ったことがあるし。もしかしたら、ジミー君はこの中に連れて行かれたのかも。うむむ。おそらくな。それに、この大穴からはとても嫌な気配がする。うん、私もそれは感じるよ。だが、まだ地上も探索するべきところが残っている。それらを調べつつ、大穴に向けての準備をしていこう。うむむ。気持ちは焦るけど、この下には怪物もいそうだものね。うむ、大穴へと向かうことになったら、覚悟は必要だ。わかった、しっかり準備していこう。ジミー君、無事でありますように。そろそろお薬の代用品を考えていきたいところなんだけど。それなら、前に拾ったマリーゴールドがあっただろ？うん、カバンに入れてあるよ。あれと、アロエがあれば体力を回復させる薬草を作れるぞ。アロエなら持ってる、道端で気になる草は拾ってたの。いいね、それらを組み合わせればお薬の代用として使えるはずだ。他にも、白い花をつけたエキナセアという植物があれば効果を上げられるぜ。それは持ってないわ。森の中に生えていると思うから、見つけたら積んでおくといい。チコリって草も拾ったんだけど、これは何と組み合わせればいいかな？チコリは、アロエやエキナセアと組み合わせれば、空腹とスタミナが回復する。ふむふむ。今は、体力が回復する薬草が欲しいから。とりあえず、作れる分だけ薬草を調合しておこうかな。それで、第二拠点へ置いてきちゃったボートハウスは持って帰れそう？おう、今乗って帰ってるぜ。マリサが無事でよかったよ。隠れ身の装備でこっそり行ったからな、なんとかなったぜ。お帰り。ただいまだぜ。暗くなる前に帰ってこれてよかったんだぜ。むむ、原住民さんの声だ。うわ、拠点に入り込んでいるじゃないか。おいおい、乾燥棚を壊そうとしてるぜ。わ、土煙が。壊れちゃった？く、越していた肉も飛んでいってしまったぜ。なんてことを、許せない、もう一人いるし。近代的な弓から手作りの弓に戻してみたけど、狙う時の癖が大きく違う気がするわ。明日にでもその違いを確かめておきたいな。刀は最高に使いやすいんだぜ。女の人は倒したよ。刀は、他の武器よりも攻撃速度が速くていいよね。スタミナの持ちもいい、侍になった気分だぜ。頑張って拾ってよかったわ。よし、壊されかけたものは修理したし、倒した原住民さんを弔ったら、骨を集めて装備に役立てよう。了解。マリサ、おはよう。おはよう、朝食は焼けてるぜ。朝からお肉、いただきます。熱々でとても美味しい。ジミー君にも、食べさせてあげたいなぁ。きっと、無事さ。早く、ジミー君を探し出すためにも、弓などの武器の精度を確かめておこうぜ。マリサ、海岸沿いから腕の怪物が接近中。走ってくるー、怖い。大丈夫だ、罠もある。しかし、ここは刀の肉弾戦に挑ませていただくんだぜ。いて。私も刀を使わせてもらおうかな。足の関節の向きを抜いた、背後を取って戦おう。ひぃ、比較だと大きくて怖い。いて。攻撃範囲がとても広いよ。幸い、拠点の近くだ、無理はするなよ。暴れていて怖いけど、このまま二人で切りつけていたら倒せそう。いいぞ。おお。倒せた？ふぅ。これで皮をいただけるんだぜ。大穴に行くなら、装備をたくさん集めないとね。それにしても、刀がとても使いやすい。なかなか素晴らしいよな。しかし、弓の性能を確かめるためにも、ここにアーチェリー用の標的を作ってみたぜ。お、いいね。弓矢によって軌道の違いはあるが、近代的な弓と、自作の弓でも差があるんだぜ。近代的な弓は、ちょっと上の方に飛ぶんだよねー。弓を引く速度は遅いが、発射された時の速度や、飛行距離は近代的な弓の方が強い。私は、手作りの弓が使いやすいかも。長らく使っていたものな。ちょっと右寄りに飛んじゃうけど、こっちの方が狙いをつけやすいかも。霊夢は慣れ親しんだ方がいいか。まあ、好きな方を選ぶといい。この弓でたくさんのお肉を捕まえたからねー。もう一度近代的な弓に変えて。どっちも使っていたら、なんだかよくわからなくなってきちゃった。最終的には、実戦で判断していくか。
ほら、原住民さんたちだぜ。ナイスショット。そういえば、亀の甲羅は水を溜めるだけじゃないようだぜ。よっと。すいー。ほわー。何それマリサ超楽しそう。甲羅をソリとして使うことができる。戦いばかりで張り詰めた気持ちを和らげるのにいいぜ。甲羅ってこんな使い方もできるんだね。まあ、本当に試したいのはこの後にあるが。せっかくなので滑ってみたんだぜ。面白い。坂が急だとそれだけスピードが出るみたいだ。私も試してみたい。よっこらせ。ひゃーふー。何これめちゃ速い。思いのほかスピードが出て楽しいよな。どうしようマリサ。私、これ、好き。ふふふ、霊夢ならそう言うと思ったぜ。試しに、もっと急な崖にも使ってみるが。本来なら足を痛める高さでも、うまく滑り降りれるようだぞ。本当に。まあ、あくまでもここぐらいの場所だがな。大穴もこれで滑り降りれるんじゃ？いやいや、あれは確実に落下するだろうさ。遊びはさておき、本来亀の甲羅で試したかったことはだな。強固な甲羅は、盾として防御にも使えるか、だ。ほうほう。ちょうどマスクをつけた原住民さんがいるぞ。甲羅で攻撃は防げるかな？おお、全然痛くない。亀の甲羅はかなり強固なものだから、うまくいってよかったぜ。真正面から防げば、どんな攻撃にも耐えられるだろう。この隙に、私が後ろから切りつけることもできるぞ。亀の甲羅で攻撃は、そこまで効き目はないね。ひるんではくれるが、甲羅は防御専用だと考えた方が良さそうだぜ。怪物の攻撃も防げそう？単体相手ならかなりいい戦いだ。というわけで今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。